船、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 船とは、人や物を乗せて、水上を渡航、移動する目的で作られた乗り物の総称である。基本的には海、湖、川などの水上を移動する乗り物を指しているが、広い意味では水中を移動する潜水艇や潜水艦も含まれる。動力は人力、歩、原動機などにより、山と言葉、つまりひらがなやカタカナの、 船、船は広範囲のものを指しており、規模や用途の違いに応じて、船、船、そう、艦などの漢字が使い分けられている。よりかしこまった総称では船舶あるいは船艇などとも呼ばれる故障三称。水上を移動するための乗り物には、ホバークラフトのようにエアクッションや表面効果を利用した船に近いものも存在する。また、水蒸気や 飛行艇のように飛行機の機能と船の機能を組み合わせ、乗り物も存在し、水上機のフロートや飛行艇の停滞は、浮船、浮船と表現される。なお、宇宙船や飛行船などの水上位以外を航行する、比較的大型の乗り物も、船、船、湿布などと呼ばれる。これらについては、宇宙船、飛行船などの各記事を参照のこと。 また船に形状が似ているもの、例えば刺身を盛る浅めの容器、セメントを混ぜるための容器、プラ船等々も、その形状から船と呼ばれる。これらについても、容器など、各記事を参照のこと。船と呼ぶためには、水上で安定して、浮かぶためのアルキメデスの原理によって得た浮力とともに、復元性も備えた、船体と推進力、風力などの自然力。 エンジンなどの動力、振動を定める、火事、火事の機能を備える必要がある。オールや、イ、ホは、動力としてだけでなく、火事としても使える。動力として、内燃機関などのエンジンを使うか否かに関かかわらず、スクリュープロペラが一つの場合は、火事が必要となる。船や、艇は、英語の、ボートに相当し、船は、英語の、や、と、同じものを指す。 従来、英語では民間船、軍艦ともに代名詞は女性扱いであって、これに対し飛行機では民間機が軍用機が男性扱いであるが、最近はこのような用法が少なくなって他の一般名詞と同様にを使用することがある。船を表す性についても各言語によって異なり一様ではない。なお、英文表記の公開日誌上では女性扱いで表記される。 船舶は、船体とそれに付属する、設備、備品などからなる。偽装、偽装には二つの意味がある。船舶はそれぞれ固有の名称、船名、固有の国籍、船籍を持つなど古来から擬人的な取り扱いがなされてきた。船舶原簿などの登録に関わるいくつかの番号や符号が以下のように船ごとに与えられる。日本標準商品分類では、 船舶、分類番号50は、商船、分類番号501、特殊用土船、分類番号502、漁船、分類番号503、艦艇、分類番号504に分類される。このほか分類番号506以下に、軸警備プロペラ、分類番号507以下に、白用補機、分類番号508以下に公開用機器、分類番号509以下に偽装品が定められている。 日本標準商品分類では、特殊用途線、分類番号502は、練習、調査線、分類番号5021、警備、救難線、分類番号5022、作業用線、分類番号5023、特殊業務用船舶、分類番号5024、橋手、肘港、分類番号5025、集程、分類番号5026、軽流線、 分類番号5027特殊水上装置分類番号5028その他の特殊用船舶分類番号5029に分類される漁業に用いる船舶であり漁船法により規定される近海用と遠洋用また漁獲する水産物の大きさや量によって船の大きさは様々である日本では漁船の管轄官庁は国土交通省だけでなく 農林水産省でもある。日本標準商品分類では、漁船、分類番号503は、漁労船、分類番号5031、母船及び航船、分類番号5032、漁獲物運搬船、分類番号5033、漁業指導調査、練習船、分類番号5034、漁業、取締船、分類番号5035、その他の漁船、 分類番号5049に分類される。日本標準商品分類では、鑑定、分類番号504は、護衛艦、分類番号5041、潜水艦、分類番号5042、機雷鑑定、分類番号5043、輸送鑑定、分類番号5044、紹介鑑定、分類番号5045、補助鑑定、 分類番号5046、その他の鑑定、分類番号5049に分類される。なお、公有線、私有線の概念は、公述の公用線、使用線の概念とは異なるものである。通説。船体を構成する、主な材質により、以下のように分類できる。太古の昔より、河川や海洋を渡る際や釣りなどの漁業を行うために、 丸木船などが用いられていた。スコットランドで150例、日本で200例などの戦士時代の丸木船の発見例があり、その他重皮を張った船体に防水を施したシーカヤックに類するものなども存在したと考えられている。古代エジプト時代の壺に船の絵が描かれており、ナイル川で使われていたと見られているが、 パピルスのイカダから発展したツギハギ構造と推定され、この時代の船は海洋での使用には適さなかったとされている。紀元前4000年頃には、エジプトナイル川流域のほか、チグリス川、ユーフラテス川流域のメソポタミアでも搬送船が使われていた形跡残っている。モンゴロイドがアウトリガー付きカヌーで搬送を始めて、東南アジアの島々に広がり始めたのは、 紀元前3000年頃であり、フィジーには紀元前1500年頃に達したと考えられているが、モンゴロイドの拡散以前の紀元前4000年頃には、オーストロネシアントモンゴロイドの根結であるメラネシア人がソロモン、バヌアツ、フィジー、ニューカレドニアの核、島々への拡散しており、日本では紀元前4000年頃、縄文時代前期の概要での航海が可能な 大型の丸木船の出土例がある。紀元前4000年頃から紀元前1000年頃にはエジプト人やタレス人が地中海に乗り出していた。フェニキア人はアラビア海にも乗り出し、船による交易の範囲が広がっていった。ギリシャ時代には搬送船やガレー船が使われ、ローマ時代には1世紀頃にヒッパロスがインド洋の季節風を利用したアラビア半島から、 インド南岸までの航路を開いた後は、ローマインド間の海上交易が行われた。8から10世紀には、バイキングと呼ばれたノルマン人たちが、独特の丈夫な船を買って、西ヨーロッパの海を支配していた。一方、日本では600年からの県随視線、618年からの遣唐使船も日本にとって発達した航海術を吸収する機会であったが、 1401年からの官合による日民貿易が開始され、これらの船、県民船には羅針盤が備わるなど確実な進歩を遂げていった。中国の帝和の艦隊が15世紀、30年間にわたって中国沿岸からインド洋を接見していた。中国の海洋進出が途絶えた後も、東南アジアからインド経由でヨーロッパに至る。 海のシルクロードが商人と船乗りの手で長期に渡り維持された。ヨーロッパではそれまでのガレー船のラティーン、セール、三角母に加えてバイキング船の王藩を取り入れたキャラック船を生み出した。15世紀初頭にはポルトガル人がラティーンセールと王藩を持つ小型のキャラベル船を生み出し、エンリケ航海王子の支援も受けて海洋への航海に乗り出していった。 16世紀には、キャラック船をもとに、ガレオン船が登場し、大航海時代になった。ガレー船は18世紀末まで地中海で、北欧のバルト海では19世紀初頭まで使用された。1807年に、ロバート・フルトンが作った、外輪蒸気船がニューヨークとオリバニー間で運航を、開始した後は、多数の小船に蒸気機関が搭載され、また、小船も港での操船は、 蒸気エンジンを備えたタグトに任せることができるようになったため、外洋航行に最適化した高速大型ホブネが作られ、クリッパーと呼ばれる高速ホブネも登場した。1858年に英国人アイザムケーブルーネルが発明したスクリュープロペラを備えた外洋定期客船グレートブリテンが作られた。英海軍は海上航海実験によってその性能を確認し、 軍艦の標準としたため、各国海軍もそれに習った。海底ケーブルもが充実した1860年代から、軍艦だけでなく商船でも、航行スケジュールが確実な蒸気船が小船を駆逐するようになっていった。スエズ運河は開通してから、当分の間、通行可能な船のサイズに制限があったり、運賃が高かったりして、商船がしばしば利用を敬遠した。 蒸気船の歴史については、蒸気船歴史、世界と蒸気船歴史、日本を参照のこと。この後、多数の蒸気船が登場して徐々に海運の主役となった。1892年のディーゼルエンジンの登場によって多くの大型船舶が内燃機関を備えるようになった。小船は今日でも練習船や競技用ヨットなどとして用いられているが、 多くがエンジンを備えた機船である。日本の戦士時代の丸木船の発見例はおおよそ200例ほどである。その中には1989年に東京都北区上中里の中里遺跡で発見された全長5.79メートルの丸木船や1995年に千葉県香取郡多古町で発見された全長7.245メートルの丸木船など大型の 物の出土例もある。また1998年に京都府舞鶴市の裏入り遺跡で出土した丸木船は原村長は4.4メートルであるが幅85センチメートル、長さ8メートル以上あったと推測され、一本の巨木をくり抜いた堅牢なモノコック構造の栗船であり、縄文時代前期には概要での航海が可能な丸木船が存在した。縄文時代以後も 日本船は、モノコック構造の栗船が主流であった。古墳時代以後の大型の栗船の出土例は、大阪湾周辺に多く、単在栗船ばかりではなく複在化した、巡航造船と呼べるものも出土していい。単在栗船としては、大阪市西淀川区大人町詐欺スで、古墳時代のものと推定される全長11.7メートルの栗船が出土しており、 福材栗船の内前後次の物出土例として、大阪市、今福生津江川の三里橋、現、上東区今、福西一丁目で、大正6年、1931年5月に、全長13.46メートル、全幅1.89メートルの栗船が、同志名庭区南波中3丁目の伊達川で、明治11年、1878年に、残存長12メートルほどの船がある。 他に、天保九年、1838年愛知県、天郡沙織町、現、愛妻市で出土した前後次の栗船は残存していた。長さが11件2尺、20.6メートルあったと言われている。飛鳥時代には、平底のジャンク船のような箱型構造の船が、県随支船として用いられた。室町時代の後期から、江戸時代初期にかけて畑船などが、 軍船として用いられた。江戸時代初期の1604年から1635年の間は、朱印船貿易が行われ、そのための船として中国等の海外だけでなく、日国内においても600人乗り、貨物石港2500国、約375トンのものが建造されていた。江戸時代初期の1635年には、大船建造金指令が施行され、 船の五百国籍以上の建造が禁止されることになる。ただし、これはすぐに、商船は対象外になる。鎖国を行ったために外交船を建造する必要がなくなった日本では、軍船は赤船が、商船は搬送専用に改良された、弁済船が中心となった。特に後者は、江戸時代の近海海運を大いに発展させた。鎖国以前には、 徳川家康の命によって、ウィリアム・アダムス、三浦安人が建造した二隻の小型ガレオニア、慶長圏王室節団のサンフアンバウティスタ号などの例がある。ペリー来航から3ヶ月後の1853年9月に、大船建造禁止令が大名に対して解除された。同時に、幕府の手で、裏画像選所の建設が開始され、翌年には、 最初の西洋式軍艦の木造帆船、鳳王丸を巡工した。水戸藩も1853年に江戸隅田川川口に石川島造船所の建設をはじめ、薩摩藩の桜島造船所や加賀藩の七尾造船所が次々と開設された。1854年、ペリー来航の翌年に通称を求めて日本に来たロシアのディアナ号が下田で 南西東海地震の津波により大破の後、嵐に愛沈没、多くの船員が日本に取り残された、下田で座礁したという法も、複数あり。当時、日本では外交に耐える船を持たず、これらのロシア船員は船を作らなければ帰れなかった、ため、君サーブンと田村、現、沼津市の日本人を指導して日本マストのスクーナー、ダゴーを作り上げた。その後、幕府は、 造形船多数の建造を命じ、君沢方と命名した。この西洋式造船を実地で指導されながら学んだ、経験は今日の日本造船業にとって近代戦建造の礎となった。1855年、幕府はオランダ人技師から大船建造と違法製造の技術を習得することを目的に、海軍伝習所を長崎に開設した。 幕府は1857年には、長崎のアグリの裏に、洋鉄所の建設を開始し、1861年に、長崎製鉄所、厳密美史重工長崎造船所として開所させた。1865年には、横須賀、横浜製鉄所が着工され、その後、国内最大の横須賀海軍工廠となった。横須賀海軍工廠では、フランス人技師の指導を受けて、 木造船から鉄鋼船へ技術の切り替えが行われ、1890年に最初の全鋼鉄軍艦八重山常備排水量1609トンが完成した。江戸湾に設けられた石川島造船所はその後の石川島春馬重工の浦賀造船所は浦賀重工業を経て住友重機械工業の石となった。1890年には 三菱造船所で最初の全鋼鉄船、筑後川丸694総トンが建造された。1896年には造船省令法と航海省令法が交付され、1897年には船舶検査法も施行された。この頃、多数の国内外新機航路が開設された。1898年には、 それまでの平均的な国内造船能力であった1500総トン級を大幅に上回る、日立丸6172総トン級が三菱造船所で完成された。太平洋戦争によって日本は商船の80%を失った。しかし、造船業と海運業は他の多くの産業同様に終戦直後から着実な復活を開始した。 終戦時には GHQ によって造船能力を年15万トンに制限され、100層トン以上のすべての船が GHQ の管理下に入れられたが、1947年からは規制が順次緩められ、1950年の朝鮮戦争と1956年の第二次中東戦争、スウェズ動乱をおきっかけに日本に長期の造船ブームをもたらした。 1946年、日本郵船は、終戦以後の早い段階から、GHQ の許可を得て、可客船、氷川丸の太平洋定期航路が再開された。1951年の、サンフランシスココ和条約以後は、米アメリカンプレジデントライン社、APL の、プレジデントクリーブランド、15,973、ソートント、プレジデントウィルソン、 12,597総トンによって、米国シアトルとの定期客船航路が開設された。1952年と1953年には、大阪商船会社、原商船、三井の母体の一つが二隻の南米移民用、外交化客船、サントスマル、1952年、8,515総トンと、アメリカガン、1953年、 8354総トンを使って南米航路を再開した。その後、2代目、ブラジルガン、1954年、1100総トン、アルゼンチナマル、1958年、1863総トン、桜ル、1962年、12628総トンなどの5隻の外交観客船によって、 日本香港と日本北米の航路が再開された。1964年の東京オリンピック以降は航空機による海外渡航が一般化したため旅客輸送需要は激減し始めた。南米航路も移民の減少とともに需要は減少した。日本に限らず世界的にこれ以降は客船としての船舶の需要は低下を続け、 一部のクルーズ船を除けば外交航路の客船は消滅していく。代わって世界中で海上輸送の需要が増加を続け、戦前戦中の造船技術を背景にブロック工法のような新たな造船技術の開発によって世界の造船業における地位を確実なものにしていった。1956年には英国を抜いて世界一の造船量となり、 1975年には、世界の造船量の50%を超える量を世界の海に送り出した。1950年代から始まった高度、経済成長によって、海運業においても大型石油タンカーや、大型コンテナ船のような船が多数登場し、自動車運搬船、鉱石運搬船、LNG タンカーも次々と作られ、海外航路に投入されていった。また、 内航航路でも大型カーフェリーが多数登場した。日本でのこの造船の波は1973年からの第一次オイルショックによって日本経済が停滞した数年後の1977年をピークに加工船をたどった。特に需要の減った石油タンカーは契約キャンセルされるなど造船需要が激減すると同時に1980年の かはじめ量五十56.5万トンを最後に巨大化に終止符が打たれた。大海原では火事はオートパイロットによって自動でほばりされており、人は海上を監視することが求められる。船の多い海域や狭い海域ではクォーターマスター、ソーダッシュが火事を手動で操作する。かつては無線電信が利用され、遠洋を航行する船舶との交信には短波が使われたが、 近年では無線電信は利用されなくなりつつあり、近距離の船対線の通信には超短波の無線電話、音声通信が遠距離通信には通信衛星によるデジタル通信が使われる。放送と称しているが、電波法令上は海上保安庁の特別業務の局による同胞通信である。怒りを使って白地などに停泊することを描白という。 漂白では、平穏な海面で、航路や、多線の通行がない安全な場所を選び、怒りの危機の良い海底面が適する。怒りの闘病方法、口実がいくつかある。流れがある場合は、選手を流れ方向に向けて闘病する。港湾等で漂白する場合は、指定のエリアや禁止エリアがあり、船舶の大きさや停泊できる時間に制限を行う、場合がある。 一般商船の病白では、もっぱら更新闘病法である。船を港の万壁に止めるときには、係流柵をボラードにつなぎ止める。船守備柵、流し以外にもそれぞれの位置に応じた名前が付けられている。船舶安全法によって4つの区域に分けられる。これらによって、船舶の構造、通信設備、救命設備、定員などに求められる制限が変わってくる。 ただし、漁船では、第一種から第三種までの従業制限を受けている。右弦をスターボードと呼ぶのは、つまり、火事板の側が、右弦についていたためであった。その火事の邪魔にならない、左弦側に、桟橋や岸壁をつけたので、左弦を、ポートサイドやターンに、ポートと呼んだ。英国では、左弦はもともと、ラーボードと呼んでいたが、左右で発音が似ていたため、他国と同じく、 ボートと呼ぶことになった。これらは、小船の構造に由来するルールであるが、現代でもそのまま適用されている。船の交通ルールでも、同様のルーツに基づいて決められた、スターボード定優先の原則があり、原則として右側通行である。日本では、複数の航路が、部位によって仕切られこのルールに従っているが、ただ一箇所、瀬戸内海の来島海峡航路では、 潮流の流向きによって変則的に左側通行になることがある。船では右舷が定石であり左舷は下座になる。船長は階段でも右舷側を使い、船長室も右舷側にあるのが普通である。また、戦争の番号も右舷側から一番が始まる。プレジャーボートでもある程度の大きさ以上のものは操船席、ヘルムステーション、 フライブリッジなどが右舷側となり、それとは異なる中央配置のものをセンターコンソーラーと呼び、区別している。航空業界では船舶の文化や慣習が持ち込まれており、大型の航空機をシップ、最高責任者をキャプテン、乗務員をクルー、積み荷の出し入れをする側をポートサイドと呼び、原則として右側通行である。 また法的に座席の指定はないが、キャプテンは左席、ポートサイドに着席するのが一般的となっている。日本の外国航路船舶の船員は、早い時期からコスト削減のためにフィリピンなど、東南アジアを中心とする外国人の採用を進めたため、例として日本優先の外国人船員の割合は1886年の32%、 187人580人から2003年の 89%14,838 人16,631人へと変化している。2006年には外交戦の日本人戦員数は2,650人であり、2008年には日本人の戦員数は3,000人を切った。しかし、日本の内交戦においてはカボタージュの規制があるため、 現在も内航船員は日本人のみである。日本の船会社が運航する日本赤船の船数は1972年から減少を続け、代わりに外国船籍の船を日本の船会社が借りて運航するようになっている。1978年に外国船籍の船数が日本船籍の数を超えて、以後は日本船籍が減り続け、2006年の統計データでは、 ついに95席で日本の船会社が運航する全2223席の4%にまでなった。このように日本の船会社が日本船として登録を避ける原因は主に高い税金、登録免許税、固定資産税、最低2名の日本人乗員の乗り組み規定、国際条約での規定を超える日本独自の高いレベル、設備、検査規定などがある。 世界的には、プレジャーボートなどの操船に免許は不要である。船籍を日本以外にしておけば、日本の免許を取得する必要はなく、また、日本の小型船舶免許は、日本の領域から出たら効力はない。また、大型船においては有資格者が見張りをしている状態で有資格者の指示を受けて操船する場合、無資格者でも操船することができる。 かつては相田町や相田市は無資格者が多かったが、現代では自動化により多くの船員は必要とされず、保険会社の規約も厳しいため国際公開では、無資格者は訓練中や資格取得前の船員が中心である。かつては小型船舶においても同様のことが可能であったが、法改正により現在では原則として、有資格者が自ら相田をしなければならない。 次の要件をすべて満たしていれば、免許不要で船舶検査を受けなくても操船できる。国際的に貨物船でも12名までなら乗客を運搬しても構わないとされており、1970年代と1980年代には、欧米の若者の間で貨物船による安価な海外旅行が流行った時期がある。1950年代、指揮者の小沢誠治は音楽修行のために、 フランスに渡るのに貨物船を利用している。現在でもインターネットで検索すればこういったルートは発見できるが多くの船会社はテロや海賊のリスクを考慮して身元の不確かな乗客の乗船には積極的でなくなっている。日本では鹿児島や沖縄の離島との交通手段として現在でも地元の人にとっての貴重な存在にっている。 昔の大英帝国と植民地インドとの航海では、アフリカの南端、希望見ぬよ回って、長旅をしていた。この旅では英国からインドへ向かう往路のインド洋では、右舷側が太陽光を浴びて、暑くなり、反対に、インドから英国への帰路には、左舷側が太陽に焼かれたので、客室の料金も、その反対側が高額であった。このため、裕福な人々は常に、 日陰側である雪、左側、帰り、右側での船旅を楽しんだ。ここからが裕福な人の表現となり、縮めてと呼ばれた。船の故障は一般的に〜何々号、何まるなどとして命名されるが、海上の船が大船原に比して強小であることから、特定の事象における物体中、または空間中における強小な乗り物を根と呼ぶ。 加えて、設備が軽微な船では、板子一枚下は、地獄の例えで用いられるように、周辺に比して、船の外角の脆さから、運命共同体や生活としての意味を含み、これが転じて、宇宙的な規模で地球を表現する際は、地球号のように、船を用いた表現をする。船舶については、陸上の自動車などのような排ガス規制が存在せず、のばなし状態であり、 大型船一隻で5000万台の自動車に相当する汚染物質を排出している記事もある。模型船楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。